人で言って一人で。だってやってくれないじゃん。てか少ないこれ。コンペレッサー誘って一緒に誰もなくて。はい、それでは乾杯。秘めてるのがもう嫌になってきたの。それをちょっとなんかちょっと告白をしたいなっていうのがあって。え、付き合わない？え、なんでやねん。する前に断られた。そりゃそうよ。付き合わない。付き合わないわよ。じゃあ帰ろうかな。嘘。これ聞いたらあかんって言われるやろうな。でもですね、肘を持ってあー、え、肘でしょ。いや、俺もう言われるね。聞いたらあかんって。返事も聞かんで、そういうことばっかり見てる人多いからさ、なんかそういう人用にわざと突っ込む。あ、わざと突っ込むの得意やからな。ほんとで行くんすね。あ、ほっか、わかるわ。いや、こんなところでも、こんなところでもついつい。もうなんかさ、人生で一番恥ずかしいことは、うん、もう今まで人生の中でその時が一番恥ずかしかった。何、それはいつ頃の話？大人になって20代前半だね。あ、じゃあ、昔やね。そう。だから今それを告白できるかなって。ようやく。ようやく。あ、そうだ。うまそう。え、ちょっとちっちゃいのから行こうよ。これくれ。まや。海水の味がちょっとする。あんた今日つまみじゃないか。いざさっきなんかさ、あんまりさ、いろんなやつ食べ比べることないやんか。まあね、それ出されてそのまま。そうそう、全部おいしいって思ってもらうから、かきめっちゃ好きやねん。だからおしゃれ人って結構あるあるやねんけど、うちの親とかもそうやねん。最初食わず嫌いでかきってみたいな感じでなるんやけど、なんか気づいたら誰よりもハマる。うん、美味しそう。すみません、ちょっと流し込んでみよう。入ったね。なになに、顔がすごい、なんかめっちゃ私が期待する柿やった。期待する柿といえばこの味よねっていう。あ、そうなん。感じがする。すごい味付けしてるかのようなしょっぱさ。そうね、それは一番最初の段階で。これすごい、なんかずっとこう自分の中ではあのもうすごい恥ずかしいことやったので、知ってんのはうちと大親友の女の子がいるんだけど、もう全然あの大阪の時にやから。ソヨモン町って知ってる？ソヨモン町知らん。昔そこにちょっと住んでたんだよね。あ、そうなんだ。そういう、なんかいるわ。ことがあって、その友達でなんか飲みに行ったのよ。飲みに行ってて、あの、まあ、ブラブラして結構朝までオールしちゃって、朝帰って行ってたのよ。なんか朝までオールしてめちゃめちゃ遊んで飲んで歩いてたのよ。帰り2人で歩いてるとね、
すっごいトイレ行きたくなったの。ものすごくとにかくトイレ行きたいってなったの。でやばい、もうなんでさっきのとこで行かへんかったんやろとか思いつつも、まあ家は結構近いから、そこから歩いてあと5分ぐらい、5分もかかんない、3分ぐらいで行けるとこやったから、あでもまあ家すぐやし大丈夫やろとか思ってたら、そのなんかいや近いけどこっちも結構やばいかもってなってきたら、ちょっと急にしたらいいんやなし、あ大丈夫大丈夫大丈夫一応確認で、なんか不な空気だった、あのトイレって普通にやるピーピーだったね、まあそれも普通にアウトだからアウトなんだでもね、やばい近いけどでも下の方も近いみたいな感じになってきて、友達、その友達とね、なんか毎回こう笑ってんの、いつもずっと笑ってたの、なんかめちゃくちゃ楽しい子だったから、本当になんか2人でキラ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 頭欲しい子みたいに笑ってんのよ。さ、それ笑ってちょっと漏らしたって話やんか、違う聞いといて聞いといて話聞いといて聞いとく、うん、な今の予想は、今の予想は笑って漏らした、まあ、聞いといて、ね、予想は結構近いねそんででもやばい、組んでいけない、でもなんかもうずっとこうなんか面白いこと言ってるからこっちもすごい笑い出して、もうひどいことなくなる、なかなかその時に限って信号が変わんないのよ、緑にならないのよ、で渡ったらもうすぐバーって行けばさ自分の家やねんけど、なかなか渡れないわけよ、あーもうやばいやばい、もうマジで無理と思って、でも笑い方止まらなくなって、もう結構いよいよ本当にやばい、でもなんで笑ってたの、なんか二人結構笑ってんの、いつも本当にしょうもないことで、おるよな、そういう女子、え、カキ、あははは、みたいな、そういう女子おるよ、めっちゃ出かける、繊細にそういうの見てる、え、もう見てる、二人の世界、二人の世界よ、ずっと笑ってて、あーもうやばい、あーもうやばいって言ってたら漏らすしっくりと、ほんであんたほら、止まらへんって言ってたからもうジャーッてなっちゃって、その時はスカートを履いてたんだけど、もうその場でよ、もうさ、しかも人ちょろちょろインドに仕方ない、そういうことやな、キャーって言って、でも我慢頑張ってるんだけど、友達まだ笑かしてくるから、もう走りながらまあだからあんたは大阪でもう大きな緊張出ますやめてよ、これめっちゃ欲しかったんだったから、電車でさ、あと漏らしたことあんの、大人になって、これ大人になってだからね、いや、ないかも、でもなんか夢漏らしてみたい、だからお風呂とかに服を着たまま入って、あ、それはやりたい、やってみたいな、それはやってみたい、ちょっと動画の企画見せるよ、すればいいかな、いいね、いいと思う、そう、やってみたいな、1回ぐらいは、でも、まあ一回やってみようって思って、やったらなんか出えへんかったみたいな、どんなに頑張ってもでももうそろそろ、まあ人間ってやっぱり多分さ、大人になるともう我慢することを覚えちゃうから、これそもそもなんか私便器とかもあそこトイレすることに意識ができないから、あそこの前に行ってもトイレできないみたいな感じで、だから本当にお家も便座じゃないと落ち着かないので、行かないレモンをかけちゃう、ちょっと今まで一回もレモンかけてない、ね、はい、ありがとうございます、どっしりしてないな、どっしりしてない、さっきの兵庫県のやつの方が重みがあった、あー、かき、これは多分あんまり向こうがないよ、
あ、でもこれは多分ミルキーだと思う。嬉しい。今日はあのソースから頼むんですけども、生でも食べられる牡蠣そのまま揚げてます。よかったら塩とレモンがおすすめなんで。エフライうんま好きな人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 好きな
もったいないから。何これ、食べたことないんだけど、こういうの。え、もう一個食べた方がいいじゃない。これめっちゃうまい。そうまっすぎ。めちゃめちゃ柔らかいし、なんか潰してないよね、素材を。なんかこう、ふわっとそのままで牡蠣なんか焼き上がってるような状態。めっちゃ食レポ気合入った飯してるから。いや、めっちゃ食べたいもんだって。なんでこんな動画を撮ってるかっていうと、え、うちのわがままそれだけよ。あ、でも一本あやちゃんがもう今までで見てる動画の中でめっちゃ牡蠣を食べる動画をずっと見続けたんだって。うち牡蠣は大嫌いだったの。人生で一番嫌いなものって牡蠣だったの。だからオーディションとかでも嫌いなものは何ですか、食べれないものありますかって聞かれると牡蠣って言ってたの。なぜか YouTube に出てきた牡蠣を食べるおばあちゃんの動画が気に入った。ありがとうございます。可愛かったの。それ見させてもらった俺が何がおもろいかわからへんかったけど、ババがひたすら牡蠣をしてもらってるだけの動画で、それをお昼日も毎日毎日再生をしていると、私牡蠣食べたいって思ったみたいな。食べたいかも。で、それでそう、ここに来てみて、なんか調べて食べるので、めちゃくちゃあっさりした初心者向けのカキから、うん、こういう上級者向けのドカキみたいなカキまで揃えてるから、まずあっさりしたものから始めてみよう、ね、一番小さいスープをやつから食べてみて、あーいけるかもってなったので、それ以来私も質問の質問を食べるって誘われておる。私は大好きだからカキ。いやでも、まずだからあんまり何か面白くしようとかって言ってないし、ただアレちゃんが大好きな牡蠣を食べる、これみんな感じひんかわからへんけど、めちゃめちゃ申し訳ない。いや、めちゃくちゃアレちゃんのテンションが上がってることが伝わってる。このメイン的なものを、このなんかごっついやつ、どんな感じなんだろう。かわいいもん。まずこれどこの牡蠣、宮城県モンサンロックって言ってました。綺麗よ、綺麗な、見てもすごいな、このもう分厚いな、綺麗なのよ。いやすごい、全部食べた、こいつめっちゃクリーミーな感じする。なんでもそうなの。え、もうとりわけあんたばっかしてたらさ、なんかまたみんちゃんのご飯ばっかり上がるからね。ちょっと私にだけかけないでね。うちゃーとか言ってやっぱりやめる。あとすいません、はい、かきフライをもう2つ、はい、ピースというピース、2ピース2ピースあれピースですか。ピースです。あ、ピース2ピーはちょっとおかしい。でも大きいな、これでもマジで。超でかい。口の中入らん。ごめん。ありがとうございます。
なんですよ。めっちゃうまいやんこれ。結構クリーミーと思ったけど、なんか肉々しいね。肉々しくて、なんか貝柱みたいなところって結構なんかしっかりしてるような感じだった。歯応えがあるような。でも皆様すいません、食レポに付き合わせていただいてありがとうございます。はい、大好きです。